あ、宇崎さんは何がですか？ジャズ。僕ですか？最初、うん、ジャズ、うん、いや難しいんだよな、そこもなんか影響受けたピアニスト。ちゃんと正直に言えばいいじゃん。いやいや、僕は言って言って、いや母親はね、まあ、一応ジャズ好きだったんですよ、はいはいはい、だけどそんなにこううちにはねレコードとかないわけですよ。なので全部ほぼ自分なんですけど、でも母親がなんか僕にこう安い CD をね、こう1枚1500円ぐらいで買えるような、そう、ああいうのを買い与えてですね、ね、もう、だからジャズだけじゃなかったんですよ、オールディーズとか、だから50年代のニール・セラコとか、あの辺結構ほぼ知ってるんですよ、覚えてるの。で、まあそれも含めて、で、母親が好きだったのは、あのウェス・モンゴメリー、うん、はいはい、だそうと、ピアノじゃねえじゃん、え、ピアノじゃねえじゃん、そう、ウェス・モンゴメリーと、ウェスと、MJQ、ジョン・ルイス、ジョン・ルイス、そうなんですよ。でだけど僕ジョン・ルイスみたいな好きかって言われてそれはノーなんですけど、あ、そう、俺すげえ好きだな、うん、だけど、そうそう、それで聞いてて、僕はだからウエスとかって、その安いレコーディングにはもうリバーサイドの最後の晩年の頃のやつも混ざってて、そうそう、ポップスなんですよ、もう完全に感覚が、この曲知ってるみたいなね。でそういうポップスを聴いてる感覚でこうずっとウエスを聴いて、ソロも含めてですよ、だから普通にソラで歌えたりとかあったんですよ、そういうの知らないうちに。で高校入ってなんかジャズを聴いてるんだったらって勧められたのがチッコリだったんですよね。あ、でチッコリは そのアコースティックバンド あの普通のレコーディングの方を聴いて、あ、じゃあこれはすごいなと思ったんですよ、うん、でも当時はあの音楽聴くときにやっぱ最初ってね嫌いなんです、うん、でなんかちょっと放置してしばらく経って最初嫌いって、そう、あそう、ある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 、で何週間とか何ヶ月か経って聴くと、うん、あ、これはすごいな、こんなの聴いてなかったんだって思うのがあったんですよ、うんうん、でそれはチックレでしたね、それで影響を受けて、それは相当好きになっちゃうでしょ。いや、ずっと聴いてましたよ、うん、ずっと好き、それは好きになっちゃうね、うん、本当に聴いてました。チコリアは相当聴きましたね、やっぱりね、影響大きいと思いますよ、うん、一番影響大きいよそれ、最初嫌い、うん、パクチーとかで一緒だもん、パクチー俺のパクチーと一緒だ、そうなんですか、パクチー嫌いだったんですか。パクチーだっけ。でもさ、嫌いなものをもう一回食べようっていう意識ってすごい、あれがいいんだよね、そう、あれがいいんだよね、なんですかねこれあれ、それわかる、俺もそれ、これいいんだよ、ね、なかなかないですよ、ね、あれで、うん、俺そうパクチーが大嫌いで、うん、うわすっげえまじいと思って、でもやっぱ出るとまた食べちゃうんだよね、はい、まずいみたいなでも出ると絶対毎回食べてって、うん、ある時なんかあれこれすっげえ美味しいかもしれない、いややっぱね、数は怖いですね、数の暴力というか